ではでは、どうもお久しぶりです。 GMO チャンネル1ヶ月ぶりぐらいですね。今日はテンション高めで9時半まで突っ走ります。なおちいこと柿田奈々です。よろしくお願いします。はい、トラブルガール2人目の長谷川優です。先日舞台終わって今は元気復活中です。頑張ります。お願いします。そして、はじめまして、森陽子です。今日 JMO チャンネル初出場なんですが、なんかいきなりね、15分間ぐらい映んなかったので、ちょっとまだ始まってない、ね、感じだったんですけど、テンション上がりました。イエーイ。1時間半ぐらいなんですけど、これからもよろしくお願いします。お願いします。そして JMO 新人さん、はじめまして、マリアです。初めての撮影で緊張してますが、よろしくお願いします。かわいい。かわいい。ケンマがかわいいって言ってるのに、ケンマにかわいいって言われたい。そう言ってもらいなさい、後で個人的にね。さっき、あだ名を考えていただいてたんですけれども、マリアちゃんとマリオーコさんにですね、ぜひぜひ今日のあだ名をつけていただきたいと思います。よろしくお願いします。さっきね、なんかマリリンとかね、そう、あだ名考えて、相性ね、このままいくとね、マリアちゃんとね、さっきあれマリアちゃんと何になっちゃう、森さんになっちゃう、森さんになっちゃう、森さん絶対そうだもん。普段はなんて呼ばれてるんですか、お友達とか。陽子ちゃん、陽子ちゃん、なんか何のね、こうあだ名も考えられないような名前なの。陽子ちゃん、確かに陽子ちゃんって名前って、ね、陽子ちゃんって呼ばれてることが多いかもしんない。略すっても陽陽ちゃんみたいな感じ。陽ちゃん、陽ちゃん、なんか可愛くないんだよね。ああ、じゃあもうどんどんなんとかなんとかみたいなのつかないんだよね。なんとかなんとか、あの長いものを求めますか。森陽とかになっちゃう。フルネームになっちゃう。森陽みたいな。なるほどね。確かに。ハセキョウみたいな。いいのないかな。そんな感じね。いいのないかなって言ってます。かわいいやだな。早くかわいいやだな考えて。よろしくお願いします。ついでに私ももう。あ、ゆうちゃんはね。え、なんだっけ、マリ？駄菓子？駄菓子先輩と、なおちです。なおちかわいい。かわいい。なおちかわいいですよね。かわいい。で、私の、その、あの、駄菓子のついた理由っていうのが、ただここで駄菓子屋のおばあちゃんの真似をしたっていうだけなんです。そうなんだ。そう、きっかけ素材だよね、ほんとに、ね。それでも駄菓子って呼ばれるようになっちゃった。あ、ヨッチ、ヨッチ、ヨッチ、かわいい、いいですね。大丈夫ですか、ヨッチって呼んで大丈夫ですか。そうか、呼ばれるんだもんね。呼びやすい。ヨッチ、ヨッチ、かわいい。ヨッチ、いいとか、ちょっとちっちゃいいつけちゃうから。ヨッチ、ヨッチ。あ、ナオチみたいな感じ。ヨッチ。行きましょう、じゃあ今日ヨッチ、ナオチで。ヨッチ、ヨッチ、ナオチで。ヨッチ、ナオチ。駄菓子先輩はキャシャリン。でも、キャシャリン面白い。本当？キャシャリンか。キャシャだから。もう、ヨッチ、完全になんかもう、決定してますね。ありがとうございます。森岡さん、今日、ヨッチに決定。可愛いあだ名をください。お願いします。アピールして、募集して、お願いします。可愛いとアピールして、うれしい。大丈夫、ホームビデオみたいになってる。マリンボ、マリンボ、マリンボ。私お母さんにマリンボって呼ばれてる。本当に。そうなんだ。そういうこと言うと本当にマリンボになっちゃうよ。でもマリンボって可愛いよね。可愛いよね、ちょっと可愛いの。でもさ、あ、マリマリも来たね。マリマリも可愛い。マリマリ可愛いかもしんない。あ、でもユキユキいるからね、マリマリね。あ、そうか。うん、自分的にはどれお気に入り？マリアンかマリンボがいいです。マリンボね、うん、じゃあマリアンか、うん、そうだよ、そうだ、自分で決めちゃえばいい。じゃあマリマリで。どうした？今の2番組になったんだ。すごい、超びっくりした。私もひっくり返って今の2番組になったんだけど。場所違う。ここ持ってるじゃない。A だよ。本当だよ。おりゃみんな A だよ、ね。本当強く見つけたよ。マリマリ。でもマリマリで。マリマリ。マリマリ。さすが。もうここは決定で。マリマリに決定。はい。そしてじゃあね、マリマリ。駄菓子先輩、もしくはつるゆるか、もしくはキャシャリンでしょ。キャシャリン、ナオチ、ヨッチで決まったところで、1回目の告知タイムに行かせていただきます。はい、
い、え、私から、はい、どうぞどうぞ。じゃあなんか、あの出来たてほやほやというか、今日私初めて見たんですけど、じゃーん、キャッ、森岡の DVD が、新しい DVD が出ましたとか、まだ出てないんですが、11月、28日発売、11月20日発売です。しっかり20日です、20日、20日です。でサイン会が、11月20日に、あ、28日にごめん秋葉原でありますので、皆さん来てください。詳しくは JMO のホームページを見てください。前回のサイン会からすごく、日にちが空いてるので、本当に久しぶりなので、あのお待たせしましたという形です、そこでいろいろとまた発表したいこともありますので、ぜひぜひ来てください。よろしくお願いします。セクシーって言われてますよ。セクシー、ほんと、あ、ほんとだ、セクシー、セクシー、お茶楽しい、はい、はい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 。そしてそしてだだだー、はい、今あとね、稽古3日目に入ったんですが、活血銀玉高校応援団東京受験戦争編に、11月19日から23日までの5日間公演させていただくんですが、そこに A キャストでですね、はい、みっちゃんと一緒なんだけど、そう、 A キャストで出させていただきますので、皆さんぜひぜひ見に来てください。よろしくお願いします。行ってきて、はい、そして、じゃじゃじゃーん、出ました。ご存知の方も、はい、いるかとは思いますが、 JMO チャンネルの8月から9月の放送分が DVD になりました。なりました。いや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 、もう早くもね、見ていただいた方もいるんですけれども、はい、ますが、こちらが、はい、8月から9月の分と、あと特典映像で、冒険王バーベキュー大会が入ってます。2枚組です。はい、はい、お得だよ。はい、ぜひぜひ、あの冒険王のホームページから購入することができるので、皆さんぜひぜひ買ってください。買ってください。よろしくお願いします。そしてそしてそして、はい、私先日舞台終わったんですが、これからまたちょいちょい告知をしていくので、ブログの方もよろしくお願いします。長谷川優のゆうゆうライフです。お願いします。はいはい、はい、そして、はい、マリアちゃんかわいい、もうずるい、マリ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 、はい、あ、スピールしちゃって、頑張れ。マリアです。19歳です、うん、これから頑張るのでよろしくお願いします。はい、かわいい、かわいい、かわいい、嬉しい。記憶に残る大失敗とかありますか？あー、誰だ誰だ、え、顔映ってないぞ。来た、会いたかったよ。なんと、なんと、やだです。え、出ない、寝ようよ、一瞬一瞬一瞬、さやちゃんです。さやさやかな、遊び来ちゃいました。スタジオに遊びに来てくれました。どうも、ね、今日すごい大人数で、そう、なんかね、うん、私こんな5人とか初めてたまにね、なんかあるみたいだよね、うん、なんかさやちゃん最後になって頑張りだしてる、ね、今更。はいはいはい、ではですね、延長じゃない、そろそろ終わります。今日はなんか飛び込みありきの5人で盛り上がりましたが、皆さん楽しんでいただけたでしょうか。また来週金曜日、出演者は分かりませんが、20日、20時ね、20日じゃないね、20日だ、偶然にも、あの日にちは分かんない、8時からまた同じ時間でこちらで、JMO チャンネル放送しますので、またぜひ参加してください。それでは